日ご紹介するのは田中さんご家族のお部屋。築42年75平方メートルあるマンションをフルリノベーションしました。部屋をぐるりと囲むベンチにも棚にもなる帯収納のある家が完成しました。こんにちは。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかこうお部屋がちょっとこう角がなく丸い感じなんですね。そうですね、あの今回の家のコンセプトでもある帯収納の家っていう名前にしてるんですけど、ベンチのようなものなんですけど、これが全部収納になっていて、あのぐるりと巻きついてるような形になっています。キッチンはどんなこだわりがあるんですか？キッチンは通常のお家に比べて多分収納が少ないと思うんですけど、その理由が、帯収納がここまでずらーっと続いていて、この下も収納になってるんですけど、で、それを邪魔し、そのコンセプトを邪魔しないように上の吊り棚ですとかをあのつけないようにしました。そうなんですね、上にもあるとちょっとこの帯の雰囲気が薄まっちゃうからってことなんですね。でもそのちょっと少なめの収納だけど不便さはないんですか？そうですね、このカウンターとこの収納の間にもちょっとニッチがあるので、その隙間に物を入れたりして特に今は不便はないです。一応のあんまり閉塞感を感じないように、でもここのごちゃごちゃ感とかは見せたくないので、あっちに座った時にあのここのごちゃごちゃが見えない高さにしてます。ちょうどこの水線とかも見えない高さになってるんです。はい、これ私があの設計事務所にいた時に作ってもらった食器棚なんですけど、それが奈良材だったので、これをメインに素材を考えて、こっちの帯収納もこっちのキッチンも同じ素材にしました。なんかこの帯収納に合わせてるのかなと思ったら、まさかのこの収納なんですね。これがスタートでした。あとここの食洗機の上も木にできるんですね。あ、そうなんです、揃えることができます。でこの台所自体もあの大工さんに作ってもらいました。じゃあこれ全部造作なんですね。かわいい、すごく。あとここ全体的にはカーペット敷きだけど、ここだけタイル敷きなんですね。そうですね、あの規約でカーペットにしないといけなくて、はい、あの音の問題とかで古いマンションなので、でもキッチンだけはタイルでいいよっていう規約なのでそうしてます。なんか入ってきた時に全部カーペット敷きだったから、すごくなんか優しい雰囲気というか、かしてこだわりなのかなと思ってます。そうですね、やっぱまずこの色が決まってで、そうした時にこう全体の色味を考えた時に、ちょっと温かみがあるけど、ホテルライクじゃないですけど、ちょっとこう全体として上質な空間にしつつ、ほっこりもするようなそんなイメージで素材を選んできましたね。確かにホテルっぽさありますね。なんか素足でもこうゴロゴロしたり、ゴロゴロできます、はい、あとここのこのさっき言った帯収納が、ここはダイニングの椅子にもなってるんですね。そうですね、あとこの机がエクステンションテーブルでこうでっかくなるんですけど、家族とか友達が大人数来た時はこの椅子とベンチを使って、あのパーティーするっていう感じですかね。皆さん普段どこに座るんですか？私はこっちかな。あベンチには座ってないんですか？ベンチは座る時はこんな感じですね。友達が来たらこう、そうですね、この辺りにポコポコ、なんか座る人数が制限されなくていいですね。そうなんです、椅子も少なくていいし、なんならここの丸いとこにも座れるから、そうです、ね、5人とか全然いけそうですね。いけちゃいます。最大7人ぐらいかな。7人はいけちゃう、これ広げたら。そうですね、なんかすごい居心地いい。ありがとうございます。日差しも入ってきて、そうですね、今日気持ちいいです、あとちょっと気になったんですけど、ウッドブラインドかっこいいですね。これもね、いいですよね、まあ、ここで手動ではあるんですけど、まあ、角度調整と あとこういう感じで
全部開けられるようになっています。これ閉めるとお部屋の雰囲気全然変わりますね。そうですね、あのカーテンだとどうしても遮光カーテンとか使わないと暗くならないんですけど、これだと割とあの光が防げるのでだいぶ暗くできるのがいいところですね。壁みたいですよね。そうですね、サッシとかここにある壁とかを一体でこう隠して、はい、全部がこう一つの木の壁のように見えるような衣装的なこだわりもありました、うん、なんか今まで見たウッドブラインドってこう横だったんですけど、うんうんうん、縦もあるんですね。そうですね、で横も検討したんですけど、どうしてもこのでっかいあの幅に対して二分割しなきゃいけなくて、そうするとどうしても隙間がこの辺りに出ちゃうのが嫌で、うんうんうん、縦にするとあの全部がつながって一体に見えるので縦を選びました。なんか映画見るときとかいいですね。すごくいいです。お昼でも見れますね。いいですねこのソファ。本当に大きい真っ白な壁だからぴったりですね。そうですね、でさっき のウッドブラインドを閉めるともう真っ暗になるんで、うん、あの昼でもよく見れます。うん、すごい居心地いいですね。よかったです。結構見てますか？結構見てます、うん、夜は毎日。うーん、寝ちゃいそう。寝ます。いつもここで寝ちゃいます。ベランダに出るゾーンということで一応一段下げてるっていうことと、まあ、日当たりがいいので植物をこう置くための台座みたいなところになってます。確かにこれ全部やっちゃうと外出れなくなっちゃいます。そうなんですよね。なるほどね。あとこの奥のちょっといいですか、はい、このヨガマット入れめっちゃいいですね。ヨガマットのもポールをこの辺りに並べてるのでここにしまってます。なんか子供とかできたらおもちゃ入れとかにもなりそうです、うん、いいですね。あとこの上のところにも、はい、この下に合わせて帯になってるんですね、うんうん、で40年ぐらい経ってるんですけど、うんうん、古い建物ってあのこの梁がすごい大きいんですね。この真ん中にあるんですね。はい、梁ですね、はい、でそれが結構いろんな高さバラバラだったのがちょっと統一感ないなっていうのでこの帯収納に合わせてこのなんて言うんでしょうね、ひさしというか、うん、ぐるっと同じ位置に回してあげることで、あのなんて言うんでしょう、開放感がより出るっていうことと、本とか、まあ、この時計とかを置けるっていう、うん、そういうゾーンにもなってます。この梁のためっていうのがすごい意外でした。あ、そうですか。確かにこれがあることで、このラインにこう目線が行くから上の梁が気にならなくなりますね。おっしゃる通りですね。うん、間接照明もぐるっと回していて、で反対側だけは下向きにしています。それ以外は全部上向きで、本当だ、あの明るくするようにしています。なんで下向きにしたんですか？一番大きいこの部屋の中で一番長い壁がここで、うんうん、ずっと連続していくのでそれをこう光でも連続したように見せたいっていうのでこっち側は下向きにしています。場所によって入ってるものは違うんですけど、まあ、ここだと木のサンプルとか入ってます。化粧品が入ってるのでここで座りながら化粧をする。ここで化粧してるんですね。めっちゃ意外な収納棚の使い方でした。こんな感じで、そうですね、座って、うん、結構床に座っちゃって、あ、ここに、なるほどね、こう座って、はい、鏡出してここに鏡出してこの化粧道具とかでこうメイクするっていう感じなんだ。はい、なんか面白い、新しいですね。確かに顔写りがすごくいいから、で床もカーペットだから全然座れますね。あ、ブランケット毛布が入ってるんだ。こっちにマッサージ機とか、じゃあここに座っていいですか？はい、これをこうやってくつろいでまたしまう。またしまう。マッサージ機も入ってるんです。すごい。足用のやつ。ガチなやつだ。ガチなやつ。あと背中用とか。へー。くつろいでここに入れる。めちゃくちゃくつろぎ堪能してますね。はい、ちょっと気になったんですけど、このカーブの部分はなんかしまえたりするんですか？これは実は上に開きます。こんな感じです。
そういう開き方なんだ、はい、じゃこれ蓋って感じなんですね。そうですね。あ、じゃあここはそんなに頻繁に開けないものを閉まってる感じなんですか。そうですね、年に2回とかそれぐらいの頻度で。本当に無駄なく収納使ってますね。そうですね。すごい、物持ちに見えないたくさん入ってます、うん、子供ができたら、まあ、ここで私がなんか家事しながら宿題見てあげるみたいなことができるかなって思って、で今はまあ在宅用になってます。ここからあの中庭っていうかマンションの中庭が見えたり緑がたくさんあるんで、うん、ちょっと息抜きもしやすいっていうのはあります。なんかこの取っ手がいいですね。私が勤めてた設計事務所でやっていたデザインを真似させてもらいました。これがこう開けれるっていうのと、まあ、聞いた話なんでもう恐縮ですけど、こう手後ろでこうも締めれる高さがちょうどこの高さだっていうふうに教わりましたなるほどね。そうですね、こうやるときは上だし、うん、背面になったら下ですもんね。そうですね、うん、だからちょっと長めなんだ。ちょっと長めで、まあ、子供も締めれるっていうのもあると思います。面白いですね、うん、失礼します、はい、ここはワークスペースですか。そうですね。ここはガラスになってて、はい、キッチンから見えるんですね。そうですね、あの先ほどの、 あの帯収納の上にあった日差しがぐるっと回ってきて、あ、本当だ、ね、ここもつながってるんだ上の線にちゃんと合ってる、ね、そうですね、あ、よくお気づきこだわりポイントでしたどうぞ。どうも。お店みたいな、ね、すごい かわいいこんな感じです。アクセントとしてもいいかなと思って開けれるようにしました。リモート会議の時とかね、ちょっと静かにしたい時に確かに閉めたいですよね、はい、うんうん、うん、すごいいいですね。奥さんいなくなっちゃった。あ、ちょっと帰ってきた。あと子供部屋にする予定なので。そうですね、一応閉めれた方が子供も安心かな、うんうん、あ、そうですね、うん、一応ここにカーテンレールがつけれるようになってます。本当だ、多分見られたくないでしょう、うんうん、ちゃんとプライベートも保てるようになってるんですね。本当ここはシンプルにベッドだけ。そうですね、ちょっとここは予算をかけずに、うんうん、あの塗り直しだけ壁の塗装のしております。お窓があるからすごく明るいですね、うん、そうですね、ありがとうございました。ありがとうございました。リノベのきっかけは何でしたか？と私が普段あの大きい建物を作る設計をしているんですけれども、うん、それであの割と期間が長いので、小さい物件も短スパンでやりたいなと思って、自邸を買ってリノベーションしようっていうのがきっかけでした。奥様もしたいなと思ってたんですか？そうですね、私もその設計事務所で戸建ての住宅が多かったので、ちょっとリノベーションにも興味があっていいんじゃないっていう感じです、うん、じゃあリノベしようってなってどんなこだわりがあったんですか？2つあって、1つは、特に私なんですけど荷物が多いので、それをどうあの綺麗に収納するかっていうことと、あとはあのなるべく広々とした開放感ある家にしたいっていうのがありまして、うん、まあ、それでこの今回の帯収納っていうコンセプトを、作ったっていう、そんな経緯があります。でも全然荷物多い感じしないですね。めっちゃ多い、うん、何が多いんですか？本かな。本と服と、我々2人とも美術大学出身なんですけど、それのこう画材道具とか、はいはいはい、細かいのがいろいろ積もってます、うん。これから、まあ、こういうふうに暮らしたいとか、なんか計画はありますか？もともと対の住処としては考えてなくて、うん、いつかこう売却を考えていったんですけども、まあ、子供があの生まれたタイミングなのかいつかで、まあ、これを売却して次のまたリノベーションしようかなっていうふうに考えてます、うんうん、その時はこんなふうにしたいとかプランあるんですか？いろいろあります。例えばどんな？例えば、まあ、次は、木造の住宅をリノベーションしようかなとか、うん、まあ、マンションであったとしても、
その、ま、リノベーションでいじれる部分といじれない部分があるので、うん、その変えられない部分っていうのをちゃんと見極めていい物件を探そうかなとか、そういうのはちょっとあるかもしれない。ちょっとそれ完成したらまた取材させてください。お願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。このチャンネルではこれからも素敵なリノベーション物件をご紹介していきます。またウェブサイトにも YouTube では見られないこだわりの物件をたくさん掲載していますので、ぜひご覧ください。そしてチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。